ジョーブログさん、僕たちの動画を載せていただいてありがとうございます。いやもう本当にね、何はともあれ、もうジョーブログさんの、ね、動画にね、茨城スターっていうね、言葉がね、聞こえてくるってすごいことでして、状況は状況なので、まあね、あれなんですけども、そこを置いといて、いやもう素直に喜ばせていただきましたら、本当にありがとうございます。本当に嬉しいです。ね、なんか、僕たちチャンネル登録者数で、ね、3、400人なので、底辺なんで、130万人もいるジョブルグさんのね、チャンネルで、茨城スターっていう名前がね、呼ばれるだけでね、すごい光栄なんですけども、ちょっとね、ここから僕の私情を挟むことになるんですけども、なんでこんなに嬉しいかってね、もう僕が、ジョーさんのこと大好きなんですよ。大ファンなんですよ。っていうのも、ジョーブログさんが2016年に南米に行った時に、僕実は南米にいて、僕半年かけて、南米の南側を半周とか、今一周したんだよ、南側を。アルゼンチンからカラファテまで行って、チリ縦断して、ペルーのアワヤスカの儀式、サンフランシスコ村行って、アワヤスカの儀式参加して、ボリビアのウユニ塩湖行って、パラグアイガー行って、イグアスの滝行って、リオのカーニバル行ってっていう時に、多分リオに着いたあたりにジョーさんがチリに入ったぐらいのとこだと思うんですけども、ね、僕はその後日本に帰ったので、日本で楽しませていただいたんですけども、もうジョーさんすごくて、サンティアゴの下着カフェとか、サンフランシスコ村まで行ったアワヤスカ参加したりとか、もうでも一番すごいのがベネズエラのカラカス行ったとこ、あそこすげえなーって思っていて、僕の情報だともう警察も敵だって聞いてたので、うわ、すごいなーって。で、僕はなんか文字でブログとか書いてたんですけども、ジョーさん違くて動画撮って撮影して、それ編集して YouTube で公開するっていうのが、もう当時僕の中ではすごい、うわー、こんなことできるんだっていう感銘を受けて、そっからすごい好きになって、もうずっと見てました。で、僕もいつかね、こんなことやりたいなって思っていたり、いつかジョーさんとね、携われたらいいなってずっと思っていました。で、僕はそのまま旅の経験生かして旅行会社に就職して、たまたま本社に入ったんですけども、会社行ったら、なんとジョーさんのツアーがね、あったりとかして、うわ、すげえと思って、うわ、こんなこともできんなって、もうすごいびっくりとかして、その後ジョーさんがアフリカに行くって時に、アフリカの情報待ってるから DM 誰かくれっていう時、僕実は送っていて、っていうのも僕会社では南米アフリカ担当だったですし、アフリカにも行ったことあって旅をしたんですけども、一人でケニア、タンザニア、ザンビアとか行って、タンザニアからザンビアに行く鉄道の中で、まあ、警察に捕まれてとかしたりして、まあ、結構情報持ってたので、DM 送ったんですけども、まあね、届かずに終わっていて、うわー、でもいつかな、いつかいつかってずっと思っていていました。で、僕は今はもう会社辞めていて、で、なんで辞めたかっていうと、ね、これちょっと本当に、まあ、誰にも言ってない、公開してない、報告してないことなんですけども、なんで辞めたかって、僕もう世界一周に行こうと思って辞めたんですよ。で、この茨城スタンっていうチャンネルは、旅に行く、旅動画のチャンネルなんですよ、本当は。なので、スタンとかついてるんですけども、ね、旅動画を上げていこうっていうチャンネルでして、準備していたら、コロナさんがやってきて、行けなくなっちゃって、どうしようどうしようってやってて、悩んでた時に、まあ、ゴムパッチンやったりとか、したら頑張ってたんですけども、まあ、たまたまヘズマさんと携わることができて、ヘズマさんと一緒に、じゃあ、ジョーさんの、誰もやってない二番煎じやってみようってことで、やったら、まあ、ジョーさんのところまで目に入って、動画内で茨城さんっていうふうに呼んでもらうことができたっていう経緯なんですけども、本当に僕にとっては本当にありがたい、夢のようなことなので、本当に感謝をしていて、もう感謝の気持ちいっぱいなんですけども、ね。で、まあ、この動画は本当にジョーさんに届くかどうかはわかんないですし、まあ、ただ届かないと思う。まあ、見ないと思うので、こんな底辺な YouTuber なので、まあね、もし万が一見てくれた時はね、本当に嬉しいんですけども、届かないと思って撮っていて、ただ、この動画をジョーさんに向けて発信してるっていうこと自体が嬉しくて、その旅に行く、僕たちは旅動画のチャンネルなんです、
僕ら旅に行きますっていうことを発信するのを乗さん向けに発信できてるということ自体僕たちは嬉しいので、本当に光栄です。ただ万が一本当にね、奇跡的にも乗さんが見てくれたのならば、もう頭の片隅にでも置いといていただいて、あ、こいつは旅行くんだっていうのをね、知っていっていただければと思いますので、ね、届くかな、まあ届かないね。きっとね、こんな底辺だもんね。まあ今もすごい叩かれてるんですけども、まあね、乗さんも言ってるんですけど、まあ叩かれても、俺はやりたいことやるっていう突き通してる方なので、僕もそれ見習ってね、やっていこうと思うんですよ。ね、今回はこの、そういう動画になりまして、コロナが収束したら僕たちは旅に出るわけなんですけども、まあ、それがいつになるかね、ちょっとわかんないんですよね。ヨーロッパはね、そろそろ行けるようになるとは思うんですけども、その他の国々に行ってる人はダメとかまだあるみたいなので、ちょっといつになるかわかんないんですけども、行ける時が来たら僕の今までの旅の経験とか、仕事してきたスキルとか全部活かして頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いいたします。はい、ではまたお会いしましょう。さよなら。